じゃあこんにちは、はい、豊さん、はい、この動画ではいや例えばキャンプでこういういい選手が目立ってきてますよとか、あ、一軍帯同しましたねっていうちょっと光のある話ばかりしてるじゃないですか、うんうん、でもふと疑問だったんですけど、一度もキャンプで一軍帯同したことがなくて、ずっと二軍スタートで二軍っていう選手もいると思うんですよ、うん、まあいるよな。まあだけど一回ぐらいはあるだろうとは思うけど、上に上がる。いやだけどさ、まあ例えば高校から出てね、はい、まあ3年間呼ばれてないとか、はい、まあそれはまあまだ仕方ないよね、はい、まあ4年目頑張って4年目から1軍でみたいな、うん、まあいろいろ人それぞれ計画もあるだろうし、はい、まあ成長度合いも違うから、はい、まあ焦らない人と焦る人っていうのはいるよね。そうです。まあ怪我をしたとかもあると思うんですけど、うん、まあ、例えば怪我とかせずにもうな2軍のまあ主と言われているような選手、うん、2軍でベテランになっちゃったとかねいやそうですよね、うん、お前今年入ってきたのか2軍にみたいな。そうそうそう、いやそれ焦るよ。何年ぐらい2軍に続けると、例えばキャンプやっぱ高校から出て4年間呼ばれなかったら、はい、やっぱあれと思うだろうね。だってその間4年間また新しいドラフトで入ってきてるわけだから、はい、で抜かしていく人たちもいるわけですよ、ね、だからそろそろ、危ないぞみたいな焦りがあるんだ。ずっと2軍暮らしの方もいるんだ。でもそれでも努力を惜しんじゃダメなんだよ。はい、分かる？分かります、ね、で大学とか社会人だと3年経って呼ばれなかったら1軍のキャンプに、はい、もうなんか今年本当に死に物狂いで頑張らないとって思っちゃうよね。思いますよ。何年ぐらい経って焦った方がいいんですか？まあでもアピールの仕方もあるじゃない、はい、まあ例えばこう一生懸命やるとかさ、はい、もうなんかフリーバッティングやらしたらもう全部ホームラン打つとかさ。そんな選手いるんですか？いたんだもうね、え、フリーバッティング全部ホームランですか？もう全部ホームランぐらいの確率で、はい、相手がマシンだったら、え、マシン、相手がマシン、マシンバッティングが得意な人がいるわけ。マシンの主ですか？もうマシン番長って言われてた。いたんですか？いたいた。え、もうね、確率的には、はい、マシンだとやっぱタイミングが合うんだろうな、はい、もうとにかく飛距離はもう遠くへ飛ぶしさ、はい、ほとんどホームラン打つというマシンだと、相手だと。え、どこのチームにいらっしゃったの？太陽にいたよ。どの方？マシン番長。なんていう方なんですか？笹川さんっていたんだけどさマシン番長、ファームで10年ぐらいしてたよ。ファームで10年でもマシン、もうマシンピッチ。いやだからさ、こいつはすごいなと思うよね最初。あげません普通そうなったら。いや、じゃあちょっと上がった時期あったんだけど、はい、やっぱマシンだなみたいな相手がマシンだったら最高し MVP 取るような、そんな感じなんですか、うん、だから各球団のマシン番長を呼んできても1位になれるぐらいのマシン番長だったらしい。それがあればよかったですね。オールスターのホームラン競争みたいな。マシンで相手を人が投げるとダメなんだ、タイミングが取れないという。あるんですね、そんなことが。でもその人は、はい、だからそういうことであいつはすごいすごいって言われながら、はい、10年間ファームで暮らした人だから。でもファームでは成績残してたんですか？いやそうでもないマシンだよ。だからマシン、いやだからいかに見せかけというかさ、見栄えがするっていうのが大事かということで、その派手さってことですね。派手さだよ、マシンだけだ、そうそう、だけどっていう。それで10年ですもんね。いやだから一軍のキャンプってさ、人が投げ、マシン、人が投げるんだよ、はい、真ん中ではすごいとかさ両端行ったら全くダメだとか、いや俺は人打たなくていいからマシンでいいからって、マシンでいいよと、もう譲ったっていいんだよ。みんな人を打ちたいわけよ。そうですよね、バッティングピッチャーの球を、生きてる球を、はい、その人はもう他に譲ってマシンだけ打っときゃ自分が目立つというアピールできますもんね。アピールできる。だからそういうマシン番長っていうのがいるんだよね。もしかしたら今もいるんですかね、そういうマシン番長みたいな。まあ、いるんじゃないの、ちょっと探してみたいけどな。12球団でね。いや俺らなんかマシンが嫌なんだよ、はい、爪の長いのとか、このぐらいの長さでバーンと投げてくるのと、はい、このぐらいのちっちゃいやつはバーンって投げてくるのが あったりだとか、はい、カーブマシンもコロコロってこう転がってくる、このボールが見えてスポーンと出てカーブ、うん、ね、じゃなくてもうボールが見えないで、はい行きますポーンってすぐ出てくるやつもいるんだよ、はい、だからもう全くさ、人と投げるタイミングと全然違うしさ、はい、間が取れなかったりとかするから、はい、すごく嫌だったんだけどさ、はい、その人はマシン番長
どんな球でもマシンだったらかかってこいやみたいな。すごい。だバッティングセンターなんか行ったら、ああもうスーパースターいや本当にいるんだよ。でそれで10年間飯食ったっていうさ。その後じゃコーチとかになって、いやだから俺はルーキーで入った時なんかさ、はい、いややっぱマシン打ってる姿見たけどすごかったんだよ。これすごい選手だと、この人すごいなと思ったら、はい、いたがマシン番長になっていやマシン番長って初めて聞いたんですけどって、いやマシン打たしたらピカチだぞみたいな、マシンの打ち方だったらあいつに聞けみたいな、マシンの打ち方だ、そうそうそう、そういうのがいるんだよ。いるんですね。いやだからキャンプに呼ばれる呼ばれないっていうのは、はい、だからマシンでもいいから、まあ、そうですよね、そのぐらいのインパクトを残しなさいみたいな。そうですよね、うん、何か一つインパクト残して上げてもらってって、その上げてもらってそこで結果何とかしようと、うん、もうなんていうの、言えばもう瞑想の中でピッチャーをマシンだと思わないとだ。だバッターボックス立つとその方どんな、やっぱちょっと、あいやマシンだとまっすぐしか来ないんだよ、うん、まあカーブマシンはカーブしか来ない、はい、ね、うん、ピッチャーってまっすぐでもちょっとよれたりだとか、はい、スピード変えられたりだとか、うん、まあそういうことでタイミングが全く合わない。もうダメ、もうマシンだったらかかってこいやってマシンでもうお前のことは丸見えだぜみたいな。そうですよね、マシンなんですけどね。そうそうそう、あでもマシンで食べていけた10年間っていうのは、でもそれはそれすごいことですよね。すごい、一つの才能というか、いや一つの才能どころじゃないよ。そうですよね、いやでもやっぱりずっと2軍にいるとやっぱりモチベーションがね下がってしまったりとか、目標とかも、まあそうだな、うん、だからまあ例えばさ、はい、自分が本職でやるポジションにさ、ドラフトで取ってきたいだとかするとさ、やっぱ自信暗鬼になるんだよね。そのドラフトで入った時は夢とか希望だとかあって、よしあの先輩を追い越そうとか思ってるんだけど、だけど 3,4 年経つとその先輩レギュラーのポジションの人も 3,4 歳年取るわけだね。もうそろそろだと思ってる時に同じポジションでかぶってドラフトされて入ってきて、はい、そいつが一軍のキャンプ行っちゃうとさ、はい、多分もう落ち込むと思うよ。いやモチベーションもね下がると思うよ。それは辛い世界だけど、はい、そこでやっぱ勝ち上がっていかないとさ、はい、やっぱ栄冠というか、そうです ね、その名声は得られないということだから、うん、だからやっぱモチベーションを下げるんではなくて、はい、自分に今何ができるんだという、うんね、マシン番長でもいいよ、もうあの飛ばすだけ飛ばしてやるみたいな。そうです、なんかアピールしないといけないんですよね。そう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 、例えばバントとか足とか、もうねだから絶対これやらせたら人に負けないぐらいの、はい、人より上のレベルでやれるっていうような、うん、そういうものを見つけると、はい、やっぱ大きいよね。そうですよね、で、うん、上がった時に何かチャンスをそこで掴めば、そう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 、そのチャンスを掴むきっかけっていうことですもんね。そうそうそう、うん、だからまああのマシン番長の話をしたけどだけどそれも一つの手だということだ。 そうですね、うんうん、まあ、今キャンプとか1軍と2軍とか分かれたりだとか、うん、まあ、監督が B 班に行って、うん、若手をこうやって見ながら原監督みたいにね、うん、ピックアップしていく、うん、ね、監督が見てくれてるだけでも絶対モチベーション上がるわけだから、はい、まあ、その中で秋広とかね、はい、上に上げられたわけだから、はい、だからまあね、もうみんなにチャンスがある。そうですね、で諦めたら終わり。だから頑張ってほしいと思うよね。そうです、何か一つの番長になるっていうのも手ですよね、うん、他に何か番長あります？この後は監督でバントの番長とかさ、必ずギリギリの線、そうそうそう、攻めていろんな番長がある。だ皆さんが思う丸々番長何かあったら、そうだね、皆さんがね野球やっててこの俺はこの番長だったよでもいいですよ。まあ野球にこだわらず何番長があるかというね、うん、広いですね今度は範囲が。いやいや、そのコメント欄見るのも面白いじゃない。そうですね、この人ユニークだなと思うのがプッと笑えるようなやつもあるじゃない。大喜利みたいな方もいらっしゃるしね。本当に面白いコメントあるよねありますよ、笑っちゃうのがね、はい、だからあのこの前笑ったのさ、はい、YouTube の、 あの野球の登録者数の、はい、こうやってたのね、1位里崎、2位清原、はい、3位が俺だったんだけど、はい、その使われてる写真っていうのがすごく面白かったんだよ、ちょっと笑えるような、あなるほど、とか、はい、コメント話でも笑えるようなやつがあるから、あこう面白いよね、ちょっとビットに飛んだ番長もね。あとは久しぶりにコメント欄の質問をピックアップして動画にして、ね、アップしようかな。
いいですよね。あ、ね、一つあったんですよ。あの今まで一度も歴代ベストナインを取ったことがない人でベストナインを作ってくださいっていうのもありましたよ。難しいの。一度も生涯ベストナインとかゴールデングラブとか取っ、まあ、ゴールデングラブ取ったんですけど、ね、まあまあでもね、まあ例えば その年いい成績を収めたのに、うん、まあライバルの方が上だったとかね。はい。とか、まあそういうことでしょ。そうですそうです。それはベストナインじゃないけどね。そもそも、ね、まあまあ、まあ、そもそも、ね、そういういろんなね皆さんからの質問にも答えていきたいと思います。はい。